はい、レオンチャンネルの大量買いの動画へようこそ。もう僕は朝から疲れたよ。ごちそう集めにもうあちこちあちこち行ってさ、しかもなんでレジェンドライダーごちそうセット、この一般発売のこれすら売ってねえんだよ。ドンキーってポップ版ゲットしてて、その後単体版を探す旅に出て、でその後にいつも通りおもちゃ買いに行ったんだけど、そしたらもうさ、デラックスレジェンドライダーごちそうセット010には売り切れましたみたいな感じで書いてある。え、マジと思って、お店回って探したわ。売ってたわ。これ売ってない。いや、なんか聞くところによると、整理券分で終わったとか、そんな感じだったらしいね。もう何みんな、ごちそうを買う流れで、もうごちそうだから全部買っちゃえみたいな感じで、買われちゃったの。まあ、でも今年のレジェンド系は、評価高いからな。ってことで、なんとか、これ探し回ったわ。このごちそうセット探し回るとは思わなかった。で、こっちからこっちがプレ版、こっちからこっちが一般発売で、キャラメルメルとかね、全部手に入れてますので、動画上げていきますが、まずはアーツの分レッド。まあ、いつも通りレッドだけがフィギュア化されますが、とはいえちゃんとシリーズが続くのがほんといいっすね。しかも多彩なオプションパーツが付き、8250円が6100円で買い、これ昨日、僕の装備の原型をやってる小林さんがツイートしててびっくりしたんだけど、超合金ルービックキューブの変形機構を設計小林さんがやったらしく、ってことはもうレオンチャンネルソフビのご兄弟だな。そんなのはもちろん知らず、僕はこの50周年の超合金シリーズは一通り追っかけているので、まずはこれが第一弾だよね。で、ストア限定の超合金50ロボが出て、で、その後に、アズキバーロボね。デラックス、ブルキャンガトリング、おそらく明日グルキャンフォームと共に登場するんじゃないかな。このガトリング状態ね。バイクはすでに第一まで登場してますので、で、アクションフィギュア、サイズに合わせてあるということは、アーツもいけるのか、今後発売する。5500円が4950円でございます。で、あとは単体とかショップ限定のご馳走系ね。で、プレ版で、仮面ライダーバルバラド到着して、ちょっとこれ先にさ、見たいのよ。これ参考出品の際に、ここの左目の下に隙間があって、で、本来それないんだけど、ずっとね、予約時にもあってさ、治ってるかどうかを確認したい。あー、治ってるー！さすがです。さすがです。これ多分サンプルも直ってないんじゃない？ほら。ここ隙間あるの分かる？結構ね、0. 何ミリの隙間があって、うわ、これ大丈夫かと思ったけど、よかった。うわ、もうかっこいい、かっこいい、かっこいい。とりあえず激かっこいい。ちゃんとグラデが、ちゃんとグラデがいろんなところにしっかりと表現される。もうかっこいい、かっこいい。あ、もう完璧。左目のこの隙間、なくなってますね。プレ版の番組の時にもさ、まだあったから、大丈夫かなと思ったけど、安心安心。バッチリの最高にかっこいいバルバラドが入っておりました。これはまたデビューするとして、よかったよかった。完璧な商品だ。あとは X ライダー、真骨頂。これも、プレ版限定アイテムでございます。あれで一般販売のように置いてありますが、プレ版限定の真骨頂仮面ライダー X。で、ブラックキングの SH フィギュアーズね。アーツ怪獣系は僕、ほぼほぼ、まあ、全部じゃないけど集めてるので、ブラックキング買ったのと、あとこれね、以前発売した、ゼータプラスのメタロボの新バージョンっていうか、マーキングとか色々新しくなって、で、武装も、新しくなり、以前のメタロボゼータプラスをスルーして、もう何年も後悔してたので、今回改めて買いました。ゼータ系好きなんだよね。ゼータのメタロボは2種類持ってるし、このあたりが全部今日到着しました。ということで、ほんと僕だけじゃなくって、皆さん朝からお疲れ様でした。レジェンドライダーごちそうセットの店頭からなくなるのは予想外だったので、ここ焦ったね。まあ、とりあえずいろいろまた順次動画アップしていきたいと思います。デラックスロボユニバースもまだ開けられてないしね、そのあたりもちゃんとやりますので。以上、レオンチャンネルの今週の大量買い動画でした。